僕の中で海っていうのは自分が思い通りにならない場所。子どもの頃の夢はウィンドサーフィンで世界のツアーを回って一生生きていけたらいいなっていうのが自分の夢でした。家族と旅して感動を共感したいなっていうのが今の自分の夢です。ハワイのマウイ島って風が四六時中吹いてる島に5年近くいて、日本に戻ってきてもっと何か他のものないのかなって思ってた時に、カイトサーフィンをやってる人たちがいて、うわなんだあれやって、日本で始めたら本当に難しくて、この道具を操ることで見れる世界っていうのが自分の中でもう見えちゃったんですよ。それが見たくて見たくてしょうがなくて、壁をこうどん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 打ち壊していって自分がやりたい世界を作っていくことが自由なんじゃないかなって。どんな道具を使っても波に乗るっていうことであれば、やっぱりそれはサーフィンだし、カイトサーフィンだったりフォイルサーフィンだったり、やることに対して制限がない、まだまだ開拓していける。僕にとってアンストッパブルとは変化を恐れず新しい扉を開き続けることですね。